私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。女性が選ぶ海外進出するジャニーズグループランキング2022年最新調査結果。女性を対象に海外進出してほしい日本のグループをテーマに2022年9月時点で CD デビューしているグループを対象にアンケートを実施しました。最近ではまだ CD デビューしていないトラビスジャパンがアメリカのオーディション番組アメリカズ・ゴット・タラントに出演して話題となった。過去には嵐などのグループがアジアでの公演を成功させ、日本だけでなく世界での挑戦を続けています。では多くの女性が海外進出してほしいと思うグループランキングを見ていきましょう。多くの女性が海外に進出してほしいと思うグループランキングを見ていきましょう。第1位、嵐。第1位は、嵐、でした。1999年にデビュー記者会見をハワイのクルーズ船で行ったことで話題となった嵐は、以降もハワイとの関係が深く、2002年には米国ハワイ州が行ったキャンペーン、スタンドアップハワイの公式サポーターを担当。さらに、2014年にはハワイでのイベント、嵐ブラストインハワイを実施しました。そんな嵐は日本だけでなくアジアでの人気も高く、これまで大北やソウル、上海などでコンサートを実現するなど、日本が世界に誇るアイドルグループとして活躍しました。2022年現在はグループとしての活動を休止していますが、今もなお各メンバーがテレビ番組やドラマ映画などで存在感を示しており、もしもグループの活動を再開した際には、さらなる飛躍も期待されます。ランキングの全順位は次のページからご覧ください。第2位、キング&プリンス。第2位には、キング&プリンスがランクイン。2018年にユニバーサルミュージックとジャニーズ事務所が初タッグを組んで立ち上げたレーベル、ジョニーズユニバースの第一弾アーティストとして CD デビューしました。そんなキング&プリンスへのデビューシングル、シンデレラガールは大ヒットを記録し、紅白歌合戦にも2018年から出場しています。また、2022年には全国4都市で開催される初のドームツアー、キング&プリンスファーストドームと2022ケラミスターからを行うなど、着実に人気を拡大しています。今後はアジアツアーなど海外への展開にも期待が持てますね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。